さ、これは大玉です。このヘタを外してジョイン外部にジョイントがあるんで、それを中でロックします。あれれあれ、足の向き合ってない。じゃんポン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 。いや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 、はまねーはまねー。ごめん。オッケー。でロックして後ろを開けて足を出します。でも出します。で爪先倒して。ここ外して、ここして、足広げて、こうしてやって、振り曲げます。で、手を出して、で、取れちゃいました。よっこうして中に押します。そしてこれは折りもここ折り曲げて奥に押します。でこっちもギャッと外れやすい。ガッでこっちも手を出してで、こうします。あ、ボディ。あと、また、こっちを折り曲げます。で、広げて、はめてなかったので、これをはめます。よっと。よっと。足も上がりやすいんですよね。あと手を開いてあれでー持たせにくい。こうしてとでこれでスイカアームズです。でが、何じーっとしてるの？あのシュワシュワむ、今度はジャイロモードにしていきます。まずメットを外して、ここを開けて、こうつま先をこうして。で、ここ開けて、こうやって展開します。で、これは直して、ここを上げて、こうします。こうなったら、ここもこうします。もう同じようにこうします。あら、通りやすい。あ、これ点火させるとこ、こうします、で後ろにウッドパーツをつけて、その後ろに送信灯を
つければ、あら、Jモードになります。一応広げた方がいいっすね。これが Jモードです。とフッチしてるからな。あれだわ。ねえ、もういい？ねえ、もう今度は大玉モードにしていきます。ここは開けて、あれ、ガイム外します。んで、ここを開けてしまいます。あと、こういう手を収納してここを閉めます。ここ開くので、ここ閉めて、よっと。あと、こうして、こうして、また手を収納します。あら、落ちやすい。これをこうやって閉めます。で、こう、もうすごいでしょ。すごい。あ、僕